かつてラフォーレ号で運用されていた車両かつて津軽号で運用されていた車両ドリーム青森東京号ラフォーレ号は千葉県浦安市東京都千代田区と青森県青森市を結ぶ JR バス東北が運行する夜行高速バス路線本項目では広南バスが同区間で運行する津軽号についても記載する青森と東京を結ぶ直中路線として 広島南バスと京浜急行電鉄が青森駅前品川バスターミナル間を JR バス東北と JR バス関東は青森駅前東京駅や洲南口間の運行をそれぞれ計画していたが競合路線の併岸を認めない方針を打ち出していた当時の運輸省より需給調整が指導された協議の結果4社による青森駅前東京駅や S 南口間の 共同運行となった。2009年7月31日出発便の運行をもって JR バス関東が撤退。同年9月1日運行分からは3社による共同運行を終了し JR バス東北と広南バス、羽田京急バスの2グループが同じラホーレン号の愛称でありながら別路線として運行しており乗車券販売方法が異なっていたほか 異なる会社グループをまたいでの往復割引の適用ができなくなった。さらに2010年2月28日出発便の運行をもって、羽田京急バスが撤退。翌3月1日出発便より、広南バスは津軽号に相性を変更。ラフォーレ号よりも割安な特別運賃、キャンペーン運賃を設定して差別化を図ったが、ラフォーレ号も、 同年4月1日出発便より運賃を津軽号と同額に引き下げた。2010年9月23日出発便より津軽号は東北新幹線全線開業前に割安感をアピールする狙いとして道路線の片道運賃の値下げを実施した。東北新幹線の全線開業後 JR バス東北が運行するラフォーレ号は 利用客数が全線開業前より20から25%減少したといい、外国人と観光客の利用が新幹線により減ったことが大きな打撃としている。2020年3月29日よりラフォーレ号はドリーム青森東京号と解消され、従来からのラフォーレ号の愛称は含め消化された。運行会社運行経路東京ディズニーランド。 東京駅青森駅運行会社運行経路、東京駅、バスタ新宿青森県高ランド青森港、フェリーターミナル青森駅バス指定券2019年6月21日、現在、ラフォーレ号と津軽号との組み合わせでの往復割引の適用及び、相互変更は不可。ラフォーレ号、津軽号旅行会社での発見は、取扱い旅行会社ごとに設定される。 旅行業務取扱料金が運賃とは別途徴収される。また JR バス東北への電話予約の内容を旅行会社に伝達して発見を行うことは不可。ラフォーレンをおつまるコーナーを京浜急行バスにおける東京側の予約発見業務は2010年9月22日をもって終了した。過去の車両をありがとうございます。